ずに今宵は楽しんで、僕事業関係ではなくてですね、そんなに地に足もついておらず、どちらかというと海洋漁業系食品加工業系缶詰一家、缶詰一家小林コーチ、増えるわかめ一家、イエーイ、増えわかめ、増えるわかめマジで、そんな感じでやっております。
聞いてねえ。さあ1曲目エレキ祭りのテーマ勝手に作ったテーマソング、2曲目宴会の終わりで始めましたこのステージ、3曲目はですね、そう僕来週ちょっと出張でインド行くんですけどね、それでトランジットでですねシンガポールに泊まって、何ですか6時間ぐらいいなきゃいけないんですよね。で着くのも夜で、まあ、どうしようかと思ってるんですが、シンガポールといえばやっぱりですね、飲んで飲んで飲んでこれマライオン。オリジナルな曲をいつも作ってお出ししておましてですね、まあ、今回もちょっと新曲をまた作ってきましたと。で、まあ、ちょっと今までにあんまりやってない曲調のものをちょっとやろうと思って、何があるかなと思って考えて、まあ、ヘビメタそういえばやってないなっていうのがあってですね、じゃヘビメタやってみようかと。でヘビメタってなんやどんなんやって言ったら、まあ、やっぱり黒いイメージ、黒言うたらね、黒霧島あブラックミストアイランドかいうことで、ちょっとそんな曲を作ってみましたので、飲み屋でボトルを入れるときにはこの曲を多分口ずさむことになると思います。では、次の曲ブラックミストアイランド。
もなく栄えるお高で深い海のお茶さんくハハ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 ハ変な話なんですけど、1ヶ月ぐらい前ですかね、なんかニュースでイギリスの方でですね、あのレモネードのメーカーがですね、こうジョン・レモンというレモネードを売り出して小野陽子に訴えられるというね、2017年になってそれなのかというようなニュースがついこの間起きましてですね、それちょっと注目してみてたんですけど、結果的にそのメーカーは、まあ、オン・レモンというふうに名前を変えてもう一回販売することになったっていうんですけど、ちょっとそれもね、がっかりっていうか、そこまで行ってオンレモンちょっと逃げすぎじゃないかと思ってですね、どうしたら面白かったかなと思って、例えばジュリアンレモンとかにして、ね、もっとこじれさせるとかですね、面白いかなと、あるいはレモネードいっそ諦めてですね、あの果汁入りのチューハイを作ってリンゴ吸ったって、ね、勝手にやって泥沼の訴訟合戦みたいになったらすごい面白いんじゃないかなと思ったんですけどね、まあ、我々のバンドはね、別に全然名前をパクってもらっても全然あのダメージないんで、小説を書いてくれてもね全然よくて、あの万一にそういう事態になっても、まあ、ちょっと飲もうかと、一杯飲もうよと、そしたらグダグダになってなんかバーバーバーみたいになってこう解決するんじゃないかというですね、そんな気持ちも込めて、乾杯ベイビー、 Yes。
察して心配かける、どこででもよだれを垂らす、とにかくでも諦めたり、オーベイベー大変だぜ。おねしょして叱られるだろう、自分の部屋欲しがるだろう、可愛い子好きになるだろう、 Oh baby 君のことさ、 It's your mind なことを言って、俺が昔言ってたような、外はまだ明るいけど、乾杯でしょ、気をつけろ、君のママ怒ると怖いぜ。赤ちょうちん連れてくのさ、ビートルズ聞かせるのさ、エレキ祭り連れてくのさ、 Oh baby 楽しみだぜ。 It's your mind なことを言って、俺がちょっと返せないような、僕よりも背の高い君と、乾杯しよう、気をつけろ、君のパパ意外と弱いぜ。熱いライブ連れてくのさ、うまいもつや教えるのさ、悪い仲間合わせるのさ、 Oh baby 楽しみだぜ。乾杯しよう、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 去年もやりましたけども、J-POP のカバーで飲みたくて震える。から止まらなくて、嘘で嘘でお前がなければ愛取りたい、もう一回もう一回もう一回止まらない、全然を満たせない、嘘で嘘でお前が欲しいぜ、欲しいぜ、乗りたい。Good night.
正義ステージ最後のナンバー、海洋漁業業者を代表しまして金子星のテーマ、船で会おうよ赤い旗を掲げてコミュニズムの凱旋を君も僕はどうかそうよ Go baby please let me be I gotta go Utopia ウォーをカニ高専運命線なりません戻れません Hey! All right!テーマ紹介ドラム我らのリンゴスッターゴーオベース、来年から京都移住コーディギャリカ食えるワカメことミュシア、ギターとエレキバスで漢字お疲れのゴメゴあと私は現人でお送りしました。ありがとうございます。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー。カニコーセン、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 カニコーセン。Yeah.
構成でした。ありがとうございます。